はい、どうも、蒸気クラウスです。今回は池袋鉄道模型芸術祭に出展したレポートになります。ではご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じで展示しました。過去の作品の周りにエンドレスのレールをぐるっと回した感じです。ちょっと見ていきましょう。いろいろ機関車を走らせましたが、クラウスが一番安定走行しました。クラウス車の機関車は模型の世界でも優秀なんでしょうかね。ちょっと揺れるんですけれどもね、それも味だと思ってます。過去の動画で紹介したチェーン引き上げ型で作ってる機関車がやはり安定走行しますね。さて、今回は作品の展示の他にこちらの方々を紹介しました。まずこちらの方は VTuber のつくもみるさん。工場見学などのものづくりに関する動画を発信しております。こちらのつくもみるさんの記念配信に私蒸気クラウスも参加させていただきました。次にこちらの女性はごくつぶしさん。主にスプラトゥーンなどのゲーム配信などを行っておりますが、個人的にはまったりした雰囲気の雑談が大好きです。配信でお邪魔した方以外でも車掌の VTuber の水月レイルさんもご紹介させていただきました。この方は Twitter のフォロワー様です。この3人の VTuber の方の Twitter アカウントと YouTube のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ここからは私が所属するグループのメンバーの作品です。まずはこちらの登山船の模型です。いや、これほんとすごいですよね。こんな急な坂を登っていくんですから。普通の模型だとスルスルっと滑って下に落っこっちゃいますからね。機関車についている歯車が線路の中央にあるギザギザと噛み合って登っていってます。電車が山から降りてきました。こちら自動制御で入れ替わりに列車が発車するようにできています。すごいシステムですよね。このロッドなどの細かい動きも再現されています。こちらはスイスの蒸気機関車をモデルにしたとメンバーの方が言っていました。次に紹介するのはこちら G ゲージの製品ですね。いやー、かっこいい。しかも走行が安定してる。いやー、こういう風なものを作らないとな。この模型が走っている線路の道床はメンバーお手製のものです。ただ直に敷くのと全然雰囲気が違いますね。かっこいいです。次にメンバーの HO ゲージの作品を紹介していきます。まず紹介するのはこちら、1000円で売ってた機関車のおもちゃにガチの動力を取り付けたものです。これにより HO ゲージの線路で走行が可能になりました。客車が脱線してますね。小さい模型ですが、レールの継ぎ目でカタンカタンと音がします。これは本物の電車と一緒ですね。こちらもおもちゃを利用した模型です。こちらはプラレールの上回りを利用した作品です。よくこんなん作れますよね。かっこいいのはもちろんなんですけど、技術がすごい。次にこちらの古典蒸気機関車、メンバーが所有する電気機関車が引っ張る貨物列車です。ゼロ系の先頭車がすごい勢いで走っていきました。よく見ると機関車トーマスに登場するケンジですね。いや、これ見た時はちょっと面白かったですね。こちらは人間 3D プリンターの異名を持つメンバーの作品です。
何がすごいってこれペーパーですよこれ。いやこれはマジですごいと思います。ペーパーでここまで再現できるっていうのが驚きですよね。今後も機会があればメンバーと一緒に作品を展示していこうと思っています。はい、ってなわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではペーパーやプラ板を材料にした手作り模型の制作を中心に発信していきますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、蒸気クラウスでした。じゃあ、バイバイ。